どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は後悔しない進路選択の決め方という話をしていきたいと思います。はい、お子さんがですね、高校受験、中学受験、大学受験ね、そういった受験をする場合、進路を決めていくと思うんですね。で、この時の進路選択を間違えてしまうと、受験はね、間違いなくうまくいかなくなってしまいます。じゃあ、どのようなことを意識して親はサポートしていけば、子供のね、進路選択がスムーズにいくのかってところを今日お話ししたいと思います。実際にですね、うまくいった方の事例も合わせて紹介したいと思いますので、ぜひね、同じようにやってみてください。この通りやっていただければ、おそらくね、お子さんの進路選択がうまくいくので、結果的に成績アップとかにも直結するかなと思います。はい、でまず最初に一つ事例を紹介するんですが、今回篠塚さんという方をね紹介します。この方はですね、もともと中3になっても部活とゲームばかりでですね、なかなか勉強せずに、頻繁にね声を親がかけていたんですね。勉強がやらなくていいのとか、で、それでもなかなか勉強せずにお母さんが悩んでいたと。で、そんな時に、僕がね、オンラインで行っている高校受験対策勉強会というね、勉強会。こちらにね、参加をしてくださいました。毎年8月に行っているもので、お子さんにですね、僕は直接効率のいい勉強方法、受験対策のね、勉強方法をお伝えして、その場でマスターしていただいて、勉強効率を上げていくっていうものなんですね。で、これに参加していただいた結果、結果的にですね、親から声をかけなくても、子供の方からですね、英語やったよという感じで言ってですね、で、さらに自分で計画を立てて、そして志望校に合格できたっていうね、そんな報告をいただきました。実際にね、この右側の写真が、入学のしおりと受験票ということでね、受かったよっていうようなのがわかるね、ものになります。はい、じゃあ、この篠塚さんですね、どんなことをサポートしていただいたのかってところをちょっとお話ししていきたいと思います。この高校受験対策勉強会は、僕が子供向けにね、お子さんに直接こう話していくっていう勉強会なんですけど、親のサポート方法とかもね、いろいろお伝えしているんですよね。で、その部分をちょっと、篠塚さんがね、意識してくださいました。で、具体的に3つですね、主にやっていただきました。1つ目が親子で一緒にアクションシートを作った。2つ目が親子で一緒に高校見学に行った。3つ目、睡眠をとっているかの確認と食事のサポートをしたっていうことですね。ちょっと具体的に説明していくと、まず、親子で一緒にアクションシートを作ったっていうのは、これ何かっていうと、進路を決める流れってね、結構いろいろあると思うんですよね。僕なりのやり方もこうあるんですね。最初に例えば、学科とかを決めていって、そして子供の好きな条件とかをこう選んでですね、絞り込んでいくっていう流れなんですけど、これを一つこうアクションシートっていうふうにまとめていて、これを勉強会当日にお配りしたんですね。で、それを、親子で一緒にやってくださいました。で、これをするとどういう変化が起こるかっていうと、基本的にですね、この子供っていうのはなんか自分自身でこの行きたいところをね、考えることができません。で、できないので、やっぱそこは親が一緒に考えてあげることが大事なんですね。結構受験のね、この進路が決まらない方のね、多くは子供にもう全部丸投げしちゃってるって方が多いです。どういう進路を決めるか自分で考えなさいみたいな、これは絶対うまくいきません。基本的には親が一緒にやってあげるってことが非常に大事になります。で、二つ目は親子で一緒に高校見学に行ったってことですね。実際こう、志望校のね、候補が見つかったとしても、やっぱり実際見に行かないとなかなかね、決められないんですよね。で、ただ、子供がですね、じゃあ自分で高校のね、見学を予約して、そして見に行くっていうのはなかなか難しいです。なので基本的には親がそういうのを申し込みとかしてあげて、必要であれば一緒に見に行ってあげるってことが大事になります。で、ここまででしっかりできると、子供はね、本当にやる気が出ます。で、志望校が決まっちゃえば本当にやる気が出るので、あとは親はそんなにサポート必要なくなるんですね。で、ただ、篠塚さんの場合は、子供がね、やる気になってやっぱ勉強しすぎてしまうっていう傾向があるので、そういう時にきちんと睡眠をとっているかっていうところを確認したりとか、あとやっぱり栄養面ですね、食事をしっかりとれているかとか、あとは子供の好きなご飯を作るとか、この辺をね、その後はサポートしてくださったそうです。で、その結果、子供はね、しっかり勉強するようになって、志望校にも受かったってことですね。で、多くの方がね、やってしまうのと、これ逆のね、サポートだと思うんですけど、ほとんどの方はね、もともと篠塚さんもそうだったと思うんですけど、勉強しなさいと言って叱ったりしますよね。ただ、これをやったところでね、子供のやる気は出ることはありません。なので、そうじゃなくて、今回行った3つのサポートみたいなことをした方がいいですね。
で、あと、まあ、勉強方法、まあ、これはね、親が教えてあげてもいいですし、うん、まあ、親が教えることがめんどくさいんだったら、まあ、僕が行っている勉強会みたいなのにご参加いただいて、僕から直接教えるとかでもいいと思います。あとは、まあ、塾の先生とか、家庭教師の先生とかで、教えるっていうね、方法でもいいと思います。まあ、どのパターンでもいいんですけど、やっぱ効率のいい勉強方法を子供ができるような環境っていうのは作ってあげる必要があるかなと思います。はい、で、じゃあ実際にですね、どういうことを意識していけばこの進路が決められるかっていう話なんですけど、まあ、大事なのはね、3つのステップがあるんですね。で、まず一番は良好な親子関係を作るということです。これ先ほど言ったように、このね、考えていく上でやっぱ親子で一緒にやるっていうのが一つポイントになります。この時に関係が悪かったら、そもそも子供は親の話を聞かないですよね、うん、だから日頃から良好な関係を作るためにも、まあ、例えば子供の要求できる限り聞いてあげたりとか、過干渉をやめたりとか、そういうことを意識して良好な親子関係を作っておいてください。で、その上で関係ができたら、今度は子供が行きたい条件とか学校を、まあ、子供の方からね、こう行ってきますよね、こういうとこ行きたいとか。で、それを親が探してあげてください。うん、やっぱ子供だけでなかなか見つけるのは大変だからですね。で、最終的にはね、体験入学のところでお話ししましたけど、やっぱ直接見に行くってこともやっぱ大事です。で、その上で、最後はやっぱ子供に決めさせてあげないといけないですね。親がここで、こうした方がいい、ああした方がいいっていうふうに決めてしまうと、結果的にやる気がね、上がらなかったりとか、あとは入ってから後悔するってこともね、結構起こりますので、そうならないように注意してみてください。うん。まあ、この3ステップで決めていくとね、大抵ね、うまくいきますので、ぜひ参考にしてみてください。あと、高校受験対策勉強会ね、こちら、毎年8月に行っているものなんですけど、概要をね、下に貼っておきます。もし興味があれば、こちらね、参加できますので、よかったらね、見てみてください。まあ、この時期をね、過ぎてしまうと、あとはもうアーカイブでしか参加ができなくなってしまいますのでね、まあ、1年に1回しか行っていないものですので、もしお子さんがね、受験対策しっかりね、学んでいきたいという場合は、よかったら概要欄からこちらもチェックしていただければと思います。